終わらない罠地獄とかいうスキル迷惑じゃない？龍です。さあ本日なんですが、テラナイトデッキなんですけど、新しくね組んできました。組み直してきました。これなんでかっていうとですね、エクシーズモンスターがね新パックで追加されましてですね、このねブラック混合とかやっぱねなんだかんだ結構役に立つんですよね。このボルテージオブザメタルでね追加されましたエクシーズモンスターが何体か入ってるんですけど、こいつ、2体で一応除去持ってるじゃないですか。このカードの攻撃力以下の攻撃力を持つ相手フィールド上のモンスター1体を、墓地に送るっていうね、効果で500番与えるよっていう効果ね。まあこれ本当は1000番なんだけど、このブラック混合とかダイヤウルフとかって、ランク4でエクシーズ、で、除去持ってるんで、今までね、言うてテラナイトとかって出すのほんとホープとかしかなかったじゃないですか。デルタテロス以外だったら。なんですけど、ここに除去が加わったことによって少し強くなったんじゃないかなと思って、テラナイトをねしっかりと組んできました。言うてテラナイトの動き結構俺好きなんですよね。結構面白いですよね。このモンスターたちで結構完結してる、動き方するので、割と僕は個人的にはかなり好きなテーマでして、で、今日はスキル終わらない罠地獄っていうねこのぶっ壊れスキル、これマジで強いよね。墓地に、ね、トラップカードが3枚以上ある場合に、1枚回収して全部デッキに戻すっていうね、まあ、要は1ヤード稼げるっていう1回使った、まあ、トラップカードを回収できると。で、トラップめっちゃ多めにしてトラップカードをめちゃくちゃ使って、で使った後のトラップカードを回収して、でまたアドバンテージを稼いでいくっていう、そういうね、デッキにしていますよと。で同胞の絆なんですけど、これまああんまり積みすぎるとちょっと引いた時に弱いじゃないですか。2枚目以降はなんですけど、初手に引きたいカードなのでちょっと難しいんですが、まあ、1枚ね上振れ札みたいな感じで入れて、あと全部罠とモンスターにしちゃえばいいんじゃないかなっていう風に私は思いました。雨かけるテラナイト入れて、ウヌクが初動になるとかいうことでもまあいいとは思うんだけど、マスクチェンジみたいなできるしね。なんですけどね、個人的には、トラップカードガン詰みしてなんかすげえ嫌がらせできた方がなんか気持ちいいんですよ。罠ガンクスして相手めっちゃ困ってるのを見るのめっちゃ楽しいじゃないですか。そういうことです。なんで今日はとりあえずトラップカードで相手の嫌がらせをしながらデルタテロスで分からしていくっていうね、そういうデッキに、でデュエルしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、万丈目サンダー選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。万丈目サンダーそういえばあれですね、 OCG の方で、アームドドラゴンの新規がすげえいっぱい来るっていう話を聞きましたね。まあちょっと万丈目サンダーのデッキはちょっと組んでないんで買う予定はないんですけども、なんかすごいなんかアームドドラゴンなんかレベル1万みたいなやつ出んのかな。あんまり見てないんだけどなんかすごいモンスターが出るという話だけは聞いた。さあキングゴレムからの、キングゴレム、なるほど、キングゴレムあれこれあれかな、スフィンクスいる、スフィンクスおらん。1600、まあ、それそんなに強くねえな。それそんなに強くないんじゃん。トラップないのかな。なるほど。ベガデネブ、まあ、アルタイルいたら攻撃で突破できるのにな。まあいいや。で、デネブ効果使っていく。さあ、デネブ効果で、アルタイルでいいか。アルタイル。で、セットこれさブラックコンゴ出したらさこれめっちゃ強いんじゃないこれ。実はあれさスフィンクスってさあれでしょ、破壊されたらだよねあれね、トラミッドカードが。だから多分さこれブラックコンゴめっちゃ強いのではこれ俺気づいてしまった。これブラコン最強かもしんない。これトラミッドにこれめちゃくちゃ刺さってるかもしんない。これ素材で墓地送る、で墓地送って500番で、こいつはダンサーの効果で、まあ、一応それ多分まあなんかフィールド魔法かなんかにしてクルーザーかなんかにする。はい、フォートですか。いや墓地送るんだよなこれ墓地送るなんだよなこれ墓地送るなんだよなこれ破壊じゃないんだよな最強なんだよなブラコン。ハンターはいいか、ハンター阻害する説もあるが、まあ別にそれはいいんじゃないか。さっきデモンのチームあるじゃん。それは別にいいわ。それは別にいい。で、張り替える、フォートレス効果で、はいはい、回収か。なるほど。もう一回出してくれるやつね。はい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 。でそれは何ですか、発動するのはクルーザーですか、フォートレス、クルーザーラインかな、クルーザーなかったら弱いぞ。でトラミットハンター、はいはい、召喚成功問題なし、召喚成功問題なしで、はい、それはデモンズチェーンでいいですね。デモンズチェーンで一発効果を無効にしていく。さあ、あとはブラックコーン号で無限に主張するだけよ、この黒いもろこしでブラックコーン号最強説。さあ、お相手の方満足民じゃないですか、よろしくお願いします。デル3倍、これやっぱね、これ強いのはね、因果切断を打ちたいときにこのワンドローが入るから、因子でこれが強いね、すげえめちゃくちゃ強いと思うわ。同胞の絆結構強いかと聞いたな。で同胞の絆でアルタイル、デネブベーガですね。1枚セットだから多分インフィニティかな、めちゃインフィニティ読みですね、多分あれ羽クリボーカなんじゃないかな。でベガアルタイルまあアルタイルか、アルタイルの方がいいか。で因子あるからセットして、でこれでエンドしていいんじゃない、多分あれ羽クリボーでしょ、羽クリボーだったらまあちょっと多分なんかでもね、これ局所は因子で、ああ局所 OK、 因子で無効、一回それは因子で無効、攻撃表示抜いといても、いやこれデネブだ、デネブを抜いといて、で破壊してワンドロー入る、局所2連発は本当にされんだ局所2連発はされん、ああはい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 、それね、はいはい、そっちね、いいですよ、全く問題ないです。さあどうする、まあ、因果切断2枚あるんで多分ねなんとかなるんですよね、これなんとかはなると思う。さあどうする、カードを1枚セットしていく。さあカード1枚セットした、さあ来た、さあ DS 桐生恭介さん警戒しております、この癖カードを警戒しております。おそらくバック除去はもうないんでしょう、局所あったら打ってるんで局所はないんでしょう。でインフィニティガン OK、まあこれはコズミックサイクロンかどうか確認したのかな、まあちょっと分かんないだろうけどね、もう今モンスターがいる状態でもうめちゃくちゃ光ってるからわかんないだろうね、そんな裏セットしてなんかやったところで。さあめちゃくちゃプレイング頑張ってこの罠を回避しようとしてきますよ、それを俺が封じる。さあ遊戯王だ、これが、これは遊戯王してる。さあセットインフェルニティインフェルノかな、はい OK、 インフェルニティインフェルノ手札を2枚まで墓地に送って、クリボー呼ぶ笛とミラージュ送ってデーモンとビートルでミラージュ効果で蘇生デーモン、これ多分ねデーモン抜いちゃえばいいと思うんだよね、うん、多分デーモン抜いちゃえばいいと思うわ、因果切断でデーモン効果はいい、デーモン効果はもういい、効果は発動してるからもうあんま関係ないね、まあでもとりあえず抜くか、とりあえず抜こう、とりあえず抜いて、で底なし切ってデーモン抜いて、でこれデーモンが1枚しか入ってない構築であればこれでもう罪なんですよ基本的に多分。さあデーモン何枚入ってる、2枚入ってんのかい、2枚入ってんのかい、まあでももう1枚ありますからこっちは因果切断か、はい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 、いいですよ、よろしい、これも飛ばしましょうおらーおらーデーモン2枚飛ばしたった、最強や、これが最強戦術や、インフェルニティのデーモン2枚因果で飛ばすの、これなんていう犯罪に引っかかります、これ確実に犯罪ですよね、これは犯罪行為。さあ考えております、ダークシグナー桐生恭介選手どうするんでしょうか。さあ困っております、困って遅延か、遅延行為ですか、これあれ遅延行為始まりましたか、これだるっ、マジの遅延中じゃん、マジ遅延中でしたわ、確率にこの報告します、この対戦2人とも犯罪者なの草、これとりあえず渾身のグッドよ、これは圧倒的グッド。さあお相手の方ペガジェですね、いきまーす、罠引けねえ、罠引けないのきつい、ちょっと今日デュエルしすぎてちょっと若干疲れてんな、まあそんなことは関係ねえ。そんなことはもうデュエルの鬼と化している。俺はもうすでに8時間ぶっ続けで撮影をしている。8時間ぶっ続けでもこのテンションを保てることに自分でも驚いている。アルタイロ、いや、ベガか。やべえな、ちょっと。普通に疲れたな。普通に疲れたわ。疲れ吹き飛ばすようなできてねえかな。さあ、ペガジェイさんどうなってきたんでしょうか。私今、わながないんで、もう、いかようにもしてください。コズミックサイクロン。どういうこと？あ、これ、ミスったか？サレンダーか出た。これ、コズミックサイクロン伏せようとしたら、あ、違うな、これ。あえてやったな、これ。あえてやってんの、これ。さては。やばい、もうさきた。それはやばい。それはやばすぎるぜ。ちょっと待ってくれ大先生、それはちょっと待ってくれ。待ってくれ。いや、やめてくれ。そんなバカな。なにこれ、どういうこと？なにこれ、雷合流、どういうことですか？